皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校1年生国語、矛盾3時間目の内容です。東京書籍、教科書150ページを開けてください。それでは、始めます。本日の学習課題は、様々な故事成語について、その意味や由来を調べてみよう。その故事成語が当てはまる体験や出来事を文章にまとめてみようとなります。それでは、矛盾以外の故事成語について、その意味や由来を調べてみることにしましょう。国語便覧などの本、インターネットなどを活用してみてください。調べることは以下のようにまとめてあります。1、調べた故事成語。2、故事成語の意味。3、故事成語の由来。4、当てはまる体験や出来事。以上4点をノートにまとめてみてください。必要に応じて一時停止をしてください。まとめることはできたでしょうか？書いた文章をぜひ読み合ったり発表したりしてみましょう。家の人に故事成語の使い方が間違っていないか確認をしてみてください。また、友達と交流できる環境がある人は、友達と読み合ったり、感想を伝え合ったりしてみましょう。それではここで、故事成語クイズを出したいと思います。この故事成語は何でしょうか？ヒント1からヒント3を読んで、当てはまる故事成語を答えてみてください。わからなければ、本やインターネットなどを用いて調べてみるのもいいでしょう。それではわかりましたか？答えを次のスライドで出したいと思います。そうです。答えは四面楚歌。周囲が全部敵で、味方が一人もいないという意味になります。この四面楚歌以外にも様々な故事成語があります。本やインターネットなどを用いて、ぜひたくさんの故事成語を調べてみてください。今回の授業のように調べて分かったことを皆さんなりにノートに分かりやすくまとめていくといいでしょう。それでは以上をもちまして授業を終了します。